皆さん、こんにちは。皆さんには推しの声優がいますか？現場では真剣な表情でキャラクターに声を吹き込んでいる声優。しかしイベントやラジオでは声優同士が仲睦まじい様子を見せてくれています。中には仕事のみならずプライベートでも仲がいい声優仲間もいるほどです。先輩後輩の枠を飛び越えている人もいるほどです。そこで今回は先輩や後輩から可愛がられている女性声優を紹介します。1人目、水瀬いのり。先輩や後輩から可愛がられている女性声優1人目は五等分の花嫁の中野さつき役などで知られる水瀬いのりさんです。2013年に放送された朝ドラ「あまちゃん」では成田里奈役で出演を果たし、ドラマ内で流れる挿入歌も担当しました。その挿入歌である「暦の上ではディセンバー」が大ヒットし、2013年の紅白歌合戦にも出場しました。ファンや声優仲間からは「いのりん」と呼ばれています。小林裕介さんは男性声優ですが、唯一水瀬いのりさんのことを「いのりん」呼びにしています。2人は共演作品が多いため、小林裕介さんがいつまでも水瀬さん呼びが嫌だったそうです。そこで本人に相談したところ、水瀬いのりさんが「いのりん」って呼んでと言ったそうで、水瀬いのりさんも小林裕介さんのことを「ゆうりんさん」と呼んでいます。共演経験が多い分、呼び方をおのおの変えたのかもしれません。また水瀬いのりさんはさくらあやねさんとも仲がよく、さくらあやねさんは水瀬いのりさんのことを「いのすけ」と呼んでいます。2人で配信番組でお酒を酌み交わした際には、水瀬いのりさんに対して無茶ぶりをしたり、終始ハイテンションの様子だったといいます。水瀬いのりさんが思わず「うるさいな」とツッコミを入れるほどでした。2人目、結城みどり。先輩や後輩から可愛がられている女性声優2人目は「魔法少女まどかマギカ」のかのめまどか役などで知られる結城みどりさんです。結城みどりさんは声優として活動する前、子役としてテレビ出演を果たしていました。声優として活動したのは2003年の小学5年生の時です。キノの旅に出演したことをきっかけに注目を浴びて、声優として本格的に活動を始めます。明るく人懐っこい性格をしているため、ファンや声優仲間からは青ちゃんと呼ばれています。結城みどりさんは先輩である沢城みゆきさんのことが大好きと公言していますが、大好きすぎて結城みどりさんだけが好きになっているようにも思われます。その好きな気持ちが爆発し、沢城みゆきさんにメールで「大好きです、デートに行ってください」とお誘いした際は「気持ち悪いから帰れ」という返事が返ってきました。もちろんこれは冗談ですが、この冗談のやり取りができる関係は愛されていないとできないやり取りではないでしょうか。沢城みゆきさんのメールの返事で結城みどりさんは沢城みゆきさんのことがさらに好きになったようでした。沢城みゆきさんに対する愛が一方通行に思われがちですが、実はそうでもありません。沢城みゆきさんは結城みどりさんが出演していないところで結城みどりさんの名前を出すことがしばしばあるようです。2022年、結城みどりさんは30歳の誕生日を迎えましたが、30歳ともなると後輩が増えてくるかと思います。結城みどりさんはラジオで後輩に怖がられているのではないかと心配していましたが、人懐っこい性格をしている結城みどりさんですので、きっと後輩からも親しまれているのではないかと思われます。3人目、岩見真奈香。先輩や後輩から可愛がられている女性声優3人目は推しの子の黒川茜役などで知られる岩見真奈香さんです。岩見真奈香さんは声優活動2年目で新人賞を受賞した経験のある実力派声優です。岡本信彦さんと共に出演した声優と夜遊びでは、杉田智和さんが岩見真奈香さんのファンであることをカミングアウトしていました。最初は声のみのファンだったようですが、岩見真奈香さんと共演して性格までファンになったと言っていました。岩見真奈香さんも杉田智和さんにはお世話になっていると話していましたので、先輩後輩の関係がいい関係であることが分かります。
岩見真奈香さんが出演したフルーツバスケットで、岩見真奈香さんの母親役を沢城みゆきさんが演じていましたが、イベントに一緒に出演した際には娘の晴れ舞台を見ているみたいと沢城みゆきさんが言っていました。イベント出演経験がまだそこまでなかった岩見真奈香さん、トークをしている際に話がうまくできずにつまずいてしまう場面がありましたが、その際に沢城みゆきさんがフォローしてくれていました。共演者からは本当の母親みたいと言われるほど沢城みゆきさんが岩見真奈香さんに接していました。すぐにフォローしてくれるあたり、沢城みゆきさんは岩見真奈香さんのことが大好きであることがわかります。4人目、瀬戸まさみ。先輩や後輩から可愛がられている女性声優4人目は、ちはやふるの綾瀬ちはや役などで知られる瀬戸あさみさんです。瀬戸あさみさんはちはやふるのオーディションの前にハンターハンターのクラピカ役のオーディションを受けていました。しかし瀬戸あさみさんの演技を見ていた関係者がちはやふるにぴったりだと思ったそうです。そのため瀬戸あさみさんはちはやふるのオーディションを受けましたが、オーディション審査員の満場一致で主人公の綾瀬ちはや役に決まったそうです。瀬戸あさみさんはシグマセブンに所属していましたが、同じく所属していた水木奈々さんと一緒に旅行に行くほどの仲良しです。その際は一緒にホテルに泊まったそうです。二人で語り合ったと言っていましたが、一緒のホテルにいるあたり本当に仲がいいことがわかります。また共演経験のある井口優香さんも瀬戸あさみさんのことが好きだと言っていました。さらにちはやふるで共演した細谷義正さんとも仲がいいようです。お互い何を考えているのかがわかるそうで、波長が合うと細谷義正さんが言っていました。あまりにも仲が良すぎるせいか、他の共演者からは兄弟みたいと言われるほどでした。なお2人は独自のあだ名でそれぞれの名前を呼び合っているようです。新型コロナウイルスの影響で自宅での時間が増えてしまった際には、中村祐一さんと安本博樹さんと共にリモート飲みをしていたそうです。3人で結構夜遅くまで飲んでいたそうで、それだけ話ができるということは瀬戸あさみさんが話しやすい人であるということですね。さらに木村良平さんとは2人でバーに飲みに行くほど仲がいいそうです。その際木村良平さんがおすすめの YouTuber を教えてくれると言っていたのに、全然教えてくれなかったと少し拗ねた様子で話していました。自然体で話しやすい瀬戸あさみさんに皆さん声をかけやすいのでしょう。5人目、水木奈々。先輩や後輩から可愛がられている女性声優5人目は、魔法少女リリカルなのはのフェイト・テスタロッサ役などで知られる水木奈々さんです。声優として活動する傍ら歌手活動も行っており、日本武道館でライブを行ったのは声優としては2人目となります。水木奈々さんはライブで圧巻のパフォーマンスを披露していますが、意外にも身長が低いことを先輩後輩問わずいじられることが多々あります。2020年には歌手活動20周年となりました。その際に同じ所属事務所や同じレーベルの声優仲間からたくさんのお祝いをしてもらったといいます。声優として、そしてアーティストとして活躍している水木奈々さんの人の良さが現れている証拠ではないでしょうか。プライベートでは後輩と一緒にドライブを楽しんでいるそうで、特に瀬戸あさみさんとは旅行に行くほどの仲です。その他食事やドライブにも出かけているようです。一緒に出かける際は必ず水木奈々さんが運転すると言っていました。水木奈々さんが運転する車に細谷義正さんがいた時では、細谷義正さんが水木奈々さんの運転はまるで峰不二子みたいだと話していました。それだけかっこよかったということでしょう。6人目、野村道子。先輩や後輩から可愛がられている女性声優6人目は、ドラえもんの源静香役やサザエさんの磯野わかめ役などで知られる野村道子さんです。国民に愛され長く放送されている作品に携わっている野村道子さんですが、サザエさんもドラえもんも降板し後輩に道を譲っています。もともと声が高かったため
本人は成人していますが、子供の声を演じることができる声優だと思われていたようで、子供の役や若い娘役を演じることが多かったといいます。現在はケンプロダクションの相談役として、これから育つ若き後輩声優たちに自身が経験したことを話しているそうです。また新しい取り組みとして、遠方にいながらスマートフォン一つで指導が受けられるような新しいプロセスを展開しています。現在ケンプロダクションには200名以上の声優が所属しています。若き声優を育てるために動いている野村道子さんですが、もしかするとこれからも事務所に声優になりたいといった声優の卵たちが入所するかもしれませんね。7人目、井上麻里奈。先輩や後輩から可愛がられている女性声優7人目は進撃の巨人のアルミン・アルレルト役などで知られる井上麻里奈さんです。井上麻里奈さんは音域がとても広く、役に合わせて様々な声を使い分けるため、各現場で高評価を受けることがあります。また名字の井上は芸名であり、マネージャーが姓名診断で井上麻里奈がとても良かったからというのが理由だそうです。井上麻里奈さんは時に優しく時に厳しい人ですが、後輩からは話しかけやすいと言われています。特に後輩の大空直美さんは井上麻里奈さんのことをすごく慕っており、お姉さんと呼ぶほどです。ある時大空直美さんがコーヒーを買いに行こうとしたところ、井上麻里奈さんが自身のポケットマネーから持っていきなとお金を差し出してくれたそうです。大空直美さんはそんな井上麻里奈さんに対してかっこいいと思いつつも、さすがに先輩からのお金は受け取ることができなかったようです。その代わりにマネージャーからのお金を受け取っていました。公の場でこのエピソードを披露していた大空直美さん、他の後輩からもかっこいいと思われていたでしょう。これからもどんどん後輩が増えてくることだと思いますが、これから先も井上麻里奈さんは慕われるような先輩になることが想像できますね。8人目、井上喜久子。先輩や後輩から可愛がられている女性声優8人目はランマ1分の1の天童霞役などで知られる井上喜久子さんです。1980年代から活躍しており、2024年現在も活躍を続けているベテラン声優です。井上喜久子さんはどんぐりを集めるのが趣味で、現場に居合わせた声優が誕生日だと知ると持っていたどんぐりを渡していたそうです。井上喜久子さんは声優界ではおなじみの17歳強を作った第一人者です。この17歳強とは永遠の17歳という意味であり、井上喜久子さんにとって17歳というワードが特別な数字だったからというのが理由でした。17歳強の第一人者である井上喜久子さんは自己紹介をするときは井上喜久子17歳ですというそうです。17歳を過ぎてからも井上喜久子さんは自己紹介で発言していたため、この井上喜久子さんの自己紹介に対して他の声優陣からおいおいとツッコミが入ります。このツッコミは声優ファンの間で知らない人はいないのではないかと思うほどおなじみのツッコミとなっています。女性声優からはお姉ちゃんと呼ばれているそうです。仕事の話だけではなく、プライベートの相談事もよく受けるそうで、その際は仕事であってもプライベートであっても親身になって話を聞くそうです。おしとやかで穏やかですので、話を聞いてほしいと後輩声優は思うのでしょう。いかがでしたか。今回は先輩や後輩から可愛がられている女性声優を紹介しました。共演が多い声優や現場で顔を合わせることが多い声優などは、共通の話を持って仲良くなることが多いようです。仕事仲間とは別にプライベートでも仲が良い女性声優は多数いますが、その中でも先輩後輩ともに可愛がられている声優ばかりでしたね。仲がいい声優が多いと現場も盛り上がりますので、いい職場で仕事ができそうです。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。